ガチャ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 。ロッキー田中です。タイツ。聴覚の能力が非常に重要です。町は小学校の理科室にあった人体の模式図を思い出させた。人体を町に模して絵が描いてあった。食物は原材料、灰は発電所、消火器は官庁と商店、機関は送電線、血管は道路、住民は細胞、高校は港で、下は真っ赤な滑走路だった。菊はクリーム色の横断歩道橋に上がった。東京は煙って、視界の端まで四角いコンクリートが続いている。13本の超高層ビルはすぐ目の前にある。ビルではなくて、まるで塔だ。壁一面にはめ込まれた窓ガラスが、太陽を反射して全体が一本の単焦灯となった塔に見える。で、人間でも動物でもなんかこう閉じ込めちゃうとすごくフリクションコンフリクションが起こって、その例えば非常にイライラしたりで、オープンになって違う文化の人とか違う国の人と話すのは辛いけど、でもそこで解放されるもんってあると思うんですよね。だから僕は東京の一番病んでるっていうかおかしいところはそういう閉塞性だと思うんですよ。都会の生活の中で日本人はやっぱりますますこう、孤独になってですね、非常にこう自閉的な生活になっていると思うんですね。で、自分の部屋で自分のコンピューターに向かってそこから得られる情報を、全てのもとにして価値を考えたりものを考えたりですから、やっぱり将来はこのままでいくとその情報だけがですね先走ってしまって、その頭の中で組み立てられたその現実世界あるいは仮想の現実だけが一人歩きをすると。喜怒哀楽を日本人は表に出さないっていうことを言いますけれども、それと全く同じことが自分たちの生活の中にあるという。そうすると、お茶を立てながらじっと暗い部屋で、お客さんをもてなしています。そこの中にはなんかそのわびしさっていうわびというものがね漂うんです。ですからわびの中にはその幽玄という言葉があります。何かこう霞んでるような中で、しかも霞んでる奥の方でしっとりとなんか光ってるものを見ようとすると、これが私は日本の文化であろうと思います。日本というのは昔から割と高密度な社会であって常に緊張を強いられてた社会なんでしょうか。そんなにこうなんか自己を失ってどうこうとか緊張があるっていうようなことはあんまりないですよね。もしなんかそういうことで
あれすれば、あの、分かっていただければそれでいいですけど。ノイズつか雑音がないと、東京じゃないって。で、余計なおせっかいとか音とか感じが、一番魅力なんじゃないの。ある時期になると、あ、山があって空気がおいしくて川があってとかにこう移動するとか、移動して住むとか、老後はなんつうダメさ。東京じゃなかったらね、絶対にね、生きてる感覚ないよ。ガサ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 犯されて、そして犯して、音の中でくるく半狂いになってとか、そういう風に生きていく方のが生きるってことだから、私思ってんだ。だから一番そういう、生きるのにはもうすごくエキサイティングで刺激が多くて、もう邪魔なことが多くて、余計なことが多くて、いっぱいそういうようなことが多い東京の方が生きてる感が、感じがするわけ。絶対にね、空気がきれいなとこ行くとね、早いね、四季は。ノイズに出会った頃っていうのは舞踏に対してアプローチしてたんですけれども、だから舞踏をやりながら、自分でこうメタルボードっていうのがあって、でそれを触って音出すことによって、こう自分の音に対するアプローチっていうよりも、舞踏的なアプローチができるっていうのが分かったんですね。エレクトロニクスを使っていくことによって、こう自分の肉体を使ってパフォーマンスをするっていうことよりも、そういうエレクトロニクスを通して、またメタルを通してこう精神的にアプローチをしていくことの方がとってもぴったりだっていう発見があって、私が使ってるエレクトロニクスに関しては私はとっても愛情を持ってるし、たまたまそれは機械なんですけど、毎回毎回こう具合が悪くなったり危険を損ねたりすることっていうのがしょっちゅうあるし、機嫌がいい時も当然あるし。まあ、すごくこう無機的な空間っていうか、生活の匂いがないんで、そこで何か小説のストーリーを考えたり、あるいはそこでこう人と会ったりする方が楽なんですよね。僕、横浜に家があって、家ではすごくなんかプライバシー大事にしたいんで、そこで人がしょっちゅう来たりすると、僕もその僕のワイフもすごく嫌な方なんで、社交的じゃないから家ではすごくプライベートに、でここでいろんな、まあ、こういう仕事とかいろんなインタビューとかミーティングとかをやるんですよ。さっき言った引きこもりが主人公なんですけど、家から一歩も出ないんですよね。で一歩も出ないんだけど、誰かをこの殺そうと思ってインターネットでいろいろ洗脳されたりして、インターネットの参加者に。仕事熱心で何よりだな。約束は守る。まあ、コンピューターにその
のめり込んでいくというのはそのコンピューター的な思考ということももちろんあるんですけども、やっぱりそのコンピューターが非常に心理学的な機械であってですね、でしかもその自分一人の世界 で自分が常にこう主役でね、食いたいものがあるにはあるか、全てを支配できるコントロールできるというふうなね、そういうこう一つの楽しみというか、そういったものがあると思うんですね。日常と CG の世界、僕はよく、仕事一緒にやってると CG で作る映像の世界ってことあちら側って言ってるんですよ。土だの石が食いたいのだ。あるいは、ゲームにしても自分のコントロールの下で全てできますから、だからそういう魅力が一番大きいんだと思うんです。毎朝僕が食うものはあちら側とこちら側ではっきり実は分けてるんですね。空気だ、岩だ、でそれの境界っていうのは自分の中で混ざり合うことは絶対ないです。石炭だ、対人関係が非常にこう苦手な人が機械を介在して相手といろんな会話ができる、でしかもそこにはインターネットの世界だと匿名性ということが加わってきますよね。ですからその自分の姿を隠して自分が男にでもなれるし女にでもなれるというようなね、そういうこう匿名性の中でこう自由に物が言えるというか、そういうこう魅力、そして常にそこでは自分が主役であってもう言いたいことはいくらでも言えるわけですね。そういうことを繰り返していくと結局はそのコンピューター的な思考にならされてしまってですね、非常に結論を急ぎたいとか黒白はっきりこうしないと気が済まないとかね、そういった若い人たちが出てきているということは事実だと思いますけどね。例えばゲームで作られているのはいわゆるサイバースペースとかっていったものはちょっと前までは刺激的なあちら側の世界だったんですけど、僕は今思うにそのゲームがこれだけ浸透していろんなイメージが巷にあふれているあれっていうのはもう日常でしかないし、それが刺激的だと実は思えてないっていうつまんない現実のような気がするんですね。もうすでにある。白く濁り溶けようとしている街が呼びかけている気がする。廃校の島に広がる無人の街並みが頭に浮かんでくる。窓の向こうで暑さにあやぐ午前中の東京に重なる。東京がキクに呼びかけている。キクはその声を聞いた。壊してくれ、全てを破壊してくれ。キクは窓から下を眺める。点になった人間と車が動き回る。棒高跳びで助走に入る直前のような気分になった。ある瞬間の自分をイメージした。東京を焼き尽くし破壊し尽くす自分、叫び声とともに全ての人々を殺し続け建物を壊し続ける自分だ。街は美しい灰に覆われる。虫や鳥や野犬の中を歩く血まみれの子供たち、そのイメージは菊
地区を自由にした。はい、たまたま僕が ある本に、富士山撮影講座というのを書いて、全国的に名前を出していただいてから、僕のもとにたくさんの人が集まってくれた。そして一時は90人ぐらいになったんだけども、2回ぐらいの分裂があって、で今心を合わせた仲間だけが来た。で基本的にはですね、3つのことがあるんです。自分の写真を自慢しない、それから他人の悪口を言わない、そして他の作品に学ぶっていうかな、このことができる人だったら、僕のやってる富士写真家連盟に入って一緒にいい写真を撮ってほしいなと思いますね。東京にできました富士山が一番きれいに見えるスタジオ、ときめきの富士スタジオです。ここは楽しい仲間が集まるサロンでもあります。ではその中をご覧に入れましょう。そして今度は里見式だ。それとこれと柿と、やっぱりこの柿があるよな。いいですね、季節感が出てますね。そしてこの間に一つ欲しいよね。あ、それだ、うん。じゃあこう持ってみて、これあなた持ってみて、オッケー。でこうだな。そしてもう一つこれが入るのか。これこちら。あ、そうだな。こんな感じで。うん、でこれは多分ね、これとこの写真はあまり誰も見たことがないと思うんだよな。そうですね。うん、でこの写真をスターにしてやればいいのかな、今回な。でこの写真もとってもほら。まあ季節的にやっぱりこちらの方の秋がやっぱりね、うん、大変とすればありますよね。この秋ですね。あ、いいですね。じゃあこちらがスターになるのかな、うん、OK、 これで3つ決まった。そうだな、ご自身が生きてきた40年50年60年のものの見方で風景を切り取るときっとオリジナリティのある写真になると思うんですよ。でそれは今カメラが発達してみんな自動化されて、シャッターを押したら同じようなシーンが出るかもしれないけども、実はそうじゃなくて自分の思いっていうのは映るんですよね。はい、これが僕の一番好きな夜が終わって朝が来る瞬間の写真なんです。その中に時の流れが映ってる。うっすらと雲海が引いていく。街明かりがかすかに顔を出した。その時に稜線に金の光が入った。こういう一つの写真の中にたくさんの過去、今、そしてその次の時間の流れが映ってほしいと思って、私はときめきの富士を追いかけています。そうですね、もともと山、日本民族っていうのは古代からずっと山で生活をしてました。山の民というんでしょうか、ですから日本のこの国土の 70% が山岳と言われています。ですから人間が物を耕して、そして作物を作るという場所は随分少ない、 30% しかないんです。ですから古代においてはほとんど山で生活しますから、山の産物、木の実というふうなものを主にその食料としていました。そして、時たまその下へ降りてくるという生活が長かったと思います。そんなことですので、山っていうのは自分もそうですし、そして、祖先、自分よりもはるか前の人類っていう意味です。そういう人たちも、もう今はその目には見えないんですけれども、霊魂が神様となって森に一緒に住んでいると。ですから山というのは非常に尊いものだという、その尊い山が火を吹くということは、おそらくあんまり先祖の神様はご機嫌が悪いに違いないって、それは人間がちょっと山を荒らしていることなのかと、そこで山を鎮めるために
優しい女神様をお祭りするんです。これが木の花咲夜姫という水の精なんです。それがだから山を祀るっていうのは自分たちの先祖の住むところ、いわばその神様の住むところが山という、そういう関係です。基本的にはね、いつも富士山に来るときにはですね、今日もありがとうございますって言ってから撮影に入るんですよ。でカメラを出さない日も結構ありますしね。ただ完璧っていうのは分かりません、できれば、富士山の表情が例えば雪をかぶって光が満ち満ちているとき、そして空に、たくさんのいい雲があって光の起伏があるとき、ですよね。でから画面全体に、まあなんていうかな、時間の流れなんかが映ってるとき、そういうことを僕はいつもイメージして、富士山に向かってるんですよ。で自分のスタイルとしては、ときめきの富士というのは自分の心にイメージしたその場所の最高のシーンがきっと現れた、そのシーンはいつどこで出るんだろうってことをずっと研究してるんですよね。でそれは僕は逆のアプローチで、山麓に住むことはしないで東京にいること、そして富士山が見えないということがこのハンディキャップが逆にアドバンテージだと僕は思ってる。そして気象とか太陽の位置とか風の強さとかそういうものを全部研究して自分のイメージが固まった時にそれに会いに行く。でそれを続けていくと時々そうだな、ご褒美っていうのかな、ポンとそういうふうな予想以上の条件が出る時がありますね。でもそれは完璧だと思ってません。いつも明日の一枚だと思ってますね。はい。ワンダブルビューティフル、おいしいな。いろいろな分野が日本人独特の努力と知力によって
幅広い商品が世の中に送り出されています。したがってこのお寿司そのものもそういった知力を加えることによって今まで技術でリカバリーしてなかしざるを得なかった分野も機械によってそれがリカバリーできるようなことが可能だとすれば、当然色模様が変わって当たり前であるし、それを嘆くのはおかしいと思います。むしろそれは喜ぶべき現象だろうと私は思います。まあ、日本人の特性としてはですね、そういう機械とそのいわゆる人間との間のそのまあ区別といいますか、そういうところがですね、こう心理的な距離というのが非常にこう近いんですね。Okay, so what is this? Is that we have like two microphones here, and there's inside two another two microphones which mimic the bone conduction, and if two cameras, I can't really open the cameras and move around.And if a 4 degrees of freedom, it's like a, you know, it's the head moves, like a tilting and a rotating and a side and upper torso movements and that. We haven't got the arms yet, but you know, for now, the research purpose wise, I think this is sufficient. というふうな距離がもしあったとすると、機械というのはまあその半分ぐらいのね、あの距離感で日本人というのは捉えていることが多いんです。まあ、あの今のロボットの研究者、例えば40歳から上のですね、研究者というのは鉄腕アトムというあの非常に有名なあの、まあ、アニメがありますよね。でこれを見て育った世代なんですね。そういう意味では他の国よりもその世代に関してはロボットがまあ友達であると、ロボットが正義の味方であるという感じは非常に強いと思います。で、日本ではロボットがあの邪悪な存在であるというアニメはですね、あんまりないんですよね、実はね。まあ、全くないわけでもないんですが、ほとんどあの最初の頃のアニメというのはロボットは正義の味方で友達であるという存在なんです。もともと日本人というのは、まあ、機械に対するその親和性というかですね、まあ、機械に対するその親近感というのは非常に持っていると思うんですね。で、ですからその機械というものをその一つの道具としてね使う、あるいはその、まあ、一つのツールとして認識するというよりもですね、例えば自分の、相棒とか自分のその便利な友達とかですね、そういった心理状態にまあ、すぐになってしまうんですね。そういう傾向が強いと思います。で、我々は最初は例えば顔もシリコンで作ってですね、人間の顔に非常にそっくりなロボット、体自体も人間にそっくりなロボットを作ろうと思ったんですね。で、ところがそれはどういうメッセージと発してしまうかというと、ロボットというものは人間のコピーであるというメッセージ、我々は人間のコピーを作ろうとしているというメッセージと発してしまうわけですね。で、ところがロボットが実際に受け入れられるためには、我々のコピーではなくって新しい道具、または新しい存在としてのロボットが一番受け入れられやすいんじゃないかというふうに考えました。今我々のプロジェクトやっているのは10人ぐらいの人が同時に喋ってたパーティーですね。で、その時にどの方向から誰が喋っているかというのをロボットが全部認識して、全ての人の言葉を分離して同時に理解するという、そういうロボットを作って、それと聴覚の研究は非常に重要で、ロボットの感覚だとみんな視覚をやるんですね。で、見るということをやります。だけど実際に世の中で使われるロボットは聴覚の能力が非常に重要です。
今度は開国にします。国を開いて受け入れようとします。そうしますと異文化が凄まじい勢いで入ってきます。そうすると当然そこに何か新しい、文化を取り入れなきゃならない。でその取り入れるためには古いものを少しこう交代させなければいけない。でなければ排除しなければ入ってくる余地がないんです。でそれがちょっとあの現代社会では急すぎたのかなっていう感じがあります。ですから日本人のアイデンティティというのは今完全に守られているかってそうではないと思います。ですから日本のいい面とそして、ヨーロッパ社会のですね進んだ文化というもののその接点をどう乗り越えるかというのは今難しいんじゃないかなってそう思います。今日本人が一番迷っているのはその辺かもしれません。ですからあんまりにもその今の科学文明が急激に入りすぎてですね日本民族の慎みというモラルを何か忘れてきているような感じがいたします。今日はあの極めて日本的な面白い現象であるラブホテルっていうものを、見てもらいたいと思います。あのこれはなんていうかな日本にしかないものだと思うんですけれども、普通のホテルではなくて、セックスのためのホテルですね、そのために、ただのベッドがあるだけの部屋じゃなくて、いろいろ面白い趣向を凝らしてある部屋がたくさんあるんです。それが普通の建築のメディアには全然載らないんですけれども、極めて優れたストリートデザインだと僕は思っていて、それをなくならないうちに撮影して回っているっていう今プロジェクトをやってます。その中であのこれは東京の中でも何軒か面白いところがあるんですが、今日は僕が気に入っているこのホテルアルパという駒込駅から歩いてすぐのところを、紹介してみたいと思います。じゃあもう着きますけれども、ちょうどここが、その、ホテルアルパですね。なんかとっても面白いから見てみましょう。これがあの僕が今っていうかなんていうかな、あまりみんなは言いたくないけれども極めて日本的なあの優れた、デザインのですね一つの典型的な例だと思うラブホテル。大体こうラブホテルにはですね、これカタログあるいは自動販売機になってるのもありますけれども、こういうふうにあのアダルトグッズも売っているので、これはあのこれが欲しいなと思ったらその場でフロントに電話すれば持ってきてくれたりしますね。ショッピングカタログって書いてありますけれども、中身は何かというと、こういうふうに、こう例えばウォータープルーフの、マッサージャー、それからいろんなものがあって、こういうアダルトグッズですね。でこれはちょうどこう円形ベッドなんですが、円形っていうだけじゃなくて気球のデザインを模してありまして、今はほとんどなくなっちゃったんですけれども、こういうあのご覧の通り円形で、どういうふうに寝てもいい。ここはこの回転ベッドっていうのは最大の売りですね。やってみましょう。でこちら側には、透明な窓の向こうにバスルームがあると。でだからガールフレンドがお風呂に入ってるのを自分はこうこっち側でビールかなんか飲みながら見ていられる、サービス精神にあふれたインテリアデザイン。ベッドが回転し、そしてこうライトもつくと。ベッドがあって、その下にあの気球の椅子があるんですね。そしてあの枕元にはいろんな各種の照明とか音楽、そういうものをコントロールできて、できるあのなんていうかスイッチボードがあると。こういういかにも70年代っぽいデザインとかいいですよね。それからあの天井もこうモヘアのカーペットみたいのが貼ってあるし、ですから、まあ、こうベッドでカップルで楽しむこともできるし、それからあの椅子を使ってちょっと変わったプレーを楽しむこともできると。
ですからこうラブホテルの楽しみっていうのはもちろんセックスするために来るわけですけれども、こういう伝統的なラブホテルっていうのは今のですねおしゃれでシンプルなインテリアデザインの人たちとは全く別次元のとにかく面白がろうっていうですね、かな違う形のエネルギーあふれたインテリアデザインの世界があると思うんですね。私にとっての SM っていうのはピンク映画をやってた時の金箔であり拷問の映画だったんですけれども、実際にこうそういう映画をやってたことでこう縛られてるとどんどんこう精神的に自分の中に入っていってしまうっていうのがあるんですよね。そこで自分の感情がいろいろな感情が生まれてきたり、こう体はこう拘束されてますけれども縄で縛られてて関節がすごく痛くなってきたり、その中からこう自分の中で生まれてくる感情がものすごくいろんな発見があって、それは例えば舞踏、暗黒舞踏で言えば鋳型にはまるっていう言い方があるんですけれども、一つの形にごっとこうはまったところからこう精神的にこう生まれてくるもの、自分の感情とかこういろいろ生まれてくるものをとっても大切にしてたりするんですけれども、それと同じようにノイズも例えば聴覚を、私たちはあえて大きな音を出すんですけど、聴覚をおかしくできればおかしくしてしまいたいと思うんですけど、やっぱり鳥羽の方が好きですね僕は。閉じちゃったっていうのでいつ壊れるかわからないね、だからこれは絶対残しておかなきゃいけない、すごい芸術作品だと僕は思ったんだよね。僕はねものすごくクリエイティブだと思ったの、あれは。要するにあれを例えば日本人はね批評感っていう言葉に対してすごく先入観っていうのがあるわけよ。いやあエロねっていう、それでもう自動的にバカにするわけ。それで鳥羽の批評感がなんで潰れたかっていえば客が行かないから潰れたわけだよ。ノストラダムスの大予言によると、1999年に地球は滅びると言われている。宇宙船14108号が地球を支配し滅ぼす。ヒトリー将軍、宇宙兵士たちのリーダーである。残り少ない人間たちは兵士たちに排除される。人々は容赦なく追われる。しばらくして宇宙船では、This is the world's last god, our fields, it's all our fuels, it's all our fuels. 宇宙人たちは人類再生産を試みる。人間の脳が新人類のものと取り替えられる。ここにて新しい人類が生産される。宇宙食物で生きている。3年で苗児が17までに成長するまでに及んだ。ここは失敗作の貯蔵場だ。こうして未来の新しい人類の悲劇が始まる。怖がらなくていい。愛ちゃんみたいなピュアで勇気のある子がこの腐り切った日本を救ってると思うんだよ。 That's a original image of female.プロスキって言うと、やはり日本で山の神というのは奥さんのことを言うわけですけれど、これは山の神の最高は富士山の神様ということで、やはり女神になるわけですけれど、と同時にこの遊女でもあるわけでして、おおマウント富士南妙法蓮華経日本の場合こう裏と表っていうのがどうしてもあって、例えばこうやりたいっていうのを日本でこう
自分のやりたいことをストレートに言うと、女性がねストレートに言うと、とても反感を買ってしまうんです。で、自分がやりたい時にこうわざとそこでストレートに言わないで、あえて湾曲に言わなければいい。例えば優しい言い方をしたり、可愛らしい言い方をしたり、対男の人に対してこう柔らかい言い方をしないと、それがスムーズにうまくことが運ばないっていうケースがとても多いんです。日本でも 2,3 年前に女子高生のプロスティューションが流行って、流行ったっておかしいけど一般的になって、 でも彼女たちはそのマーケットの中で自分が何を売れるかっていうのを探して、それで売るわけですよね。それでブランド品、グッチのカバンとか買うんだけど、それはその何か売るものを探してブランド品を買うっていうのは日本がずっとやってきたことなんですよね。それが女子、その企業とかじゃなくて女子高生っていうその個人までマーケットが踏み込んでいったってことで、実際今世界では臓器を売る人とかプライバシーを売る人とかいっぱい出てきてるわけで、その声はそう言っていた。その声は眼下に広がるコンクリートの街と点になった人間と車の喘ぎに重なって響く。壊せ、殺せ、すべてを破壊せよ。赤い白を吐く固い人形になるつもりか。破壊を続けろ。街を廃墟に戻せ。退屈な空気を吸って吐き気が溜まっていく。私の退屈な時間が地表を覆い太陽に熱せられる。幸子、あなたは吐き気を中和するために老人が休日に釣り糸を垂らすのと同じように退屈な歌をそれとは知らず喜んで聴いているだけなのよ。私の音感は太陽に焼かれて上昇気流となり厚い雲を作る。雲はいつか重い雨粒を降らせるだろう。東京から夜中に出発をする。2時間半かかる。そして出発するときに、明日あの場所あの時間という読み方をして、できるだけ高い場所に僕は立つようにしている。空振りも結構多いんですよね。もしかしたら自分のイメージを探して会いに行くのに9割以上は空振りかもしれないな。でもそうやって積み重ねていって、そして無駄なものを削ぎ落としていって、最後に自分のイメージを超えた世界が時々出る時あるんですよね。Thank you.
それ僕ご褒美だと思ってます。そうして1枚ずつ貯めてきた写真、それをときめきの富士というふうに私は名付けた。それは誰も見たことがない富士山ですよね。その情景を1枚ずつ貯めていく、生涯に99枚、その富士山を作っていきたいなと思います。今やっとそうだな、33枚できたかも分かりません。でもね、自分は思ってるんです。経験を積み重ねてきて、確率を高めてきて、新しい34枚目ができたと思った時に、前にできた写真を伏せたくなる。ですからこれから僕はなかなか増えていかないかもしれない。しかし生涯その99枚という、まあ大げさに言えば歴史に残る写真かな、その富士山を私は世に出していこうと思いますね。だからロッキー田中が苦しんで努力をして出していく次の34枚目35枚目、それをみんなに期待してほしいと思いますね。たくさんの人からお力をいただいた、支援の輪をいただいた、その人たちに恩返しをしていくのは何だろう、ものじゃないですよね。でよく聞かれるんですが、なんで99枚だ、100じゃないんだって言われるんですが、やっぱり100枚目残しておきたいですよね。富士山をですね、芸術というふうに捉えるとですね、非常に難しいんだと思います。ですからね、日本人がね、これぐらいそのね、鮮明な描きやすい山であるにもかかわらず、富士山の絵はあんまりないんですよね。あんまりね、あのね、高名なその画家になるほど描きたくないと言うんですよ。ですから非常に抽象的な山を描いたりするんですよ。ですから、ですね、あの富士山の美というのはまた別な感覚かなという節があります。あの中に富士山の、あの綺麗な姿の中に映るその誠といいますか、真というんですね、真善美というふうな言い方をするんですよ。ですからそういうものをあの中に見出そうとしているという、あの山の姿そのものだけをめでてるんじゃなくて、あの中に潜むものを見ようとしてるという、そういう感じがあると思います。Thank you.
あの辺が一番樹海として大きいんですね。で、あそこはですね、磁石が効かないんですよ。方向感覚わからなくなるんです。しかも水を流れるような谷川もないんですよ。で、ちょうどあそこがですね、何かそのですね、非常に薄暗い中でですね、木々がずっとそうですね、鮮明に出ないんですよ。全くあそこは幽玄の世界という感じ。なんかそこでずっと一人で住んでるとですね、進んでいくと吸い込まれそうな感じ。木が全部生き物に見えてきて自分の方に向いてるとか、どっか薄暗いところから何かじっと見つめられてるとかっていう、その見せられてしまうということがあるんだと思います。一度入るとそんな感じになりますけども、自分でなんか大勢で話しながら入ってる時は違うんですけども、自分であそこ一人で入った時にはそういうなんかこのままずっと、いてもいいなって、何かに包み込まれるって、何か大きいものに包んでもらえるっていう感じ。そこでは死なんていうことはもう意識しないんじゃないかなと。でもあそこでわざわざ死に場所を求めてくる人もいるんですけども、そういう人はもしかするとですね、あそこは一旦入ると出られないって、そして探されないっていう、あの動物は自分の死体っていうものをどっかに晒したくないというんで盛んに隠そうとするのが動物の方の中にあると思います。人間にもそれがあるんじゃなかろうかって、あそこでも自然と一体となって、私はやはり富士山の麓で眠りたいって、どうせ眠るならやはり何か富士山の美というものを、あの中に神秘の美みたいなものを感じてるかなって。私はどうもその辺が一番あそこに見せられる人が多いんじゃないかな。案外ね、燃えてるとかなんとか言ってるけど、私は冷たくて冷静でなんだけど、やっぱりでもね、その時その妻が死んで、その後やっぱり空の見え方が違う。それと同時に空がいろんな変容してくれるわけで、本当に空ばっかり撮ってたね。でもうすぐそんでね、すごくね、その空に映ったりとか空の向こうにいるとかなんとかっていうね、一つの、時時空間が生まれるわけよ。その空を覗いてるファインダーの中に、枠にバッて、これカメラ構えないで空見てダメなんだよ。カメラを構えてそのファインダーの中にっていうと、そのファインダーの中に自分が入っていくとかっていう感じが、その中に彼女がいるとかさ、そういう感じが、そものすごくね、そういう感じが行ったり来たりの気持ちが空に、見えたわけだから、空をずっと撮ってたね。
あのね、すごく大事な問題は、東京でも、例えば東京に住む人でもいい、日本人でもいいんですけど、なんとなく例えば他の国の人、ヨーロッパの人とかアメリカとかね、日本人とか言うとなんか一つのイメージがあると思うんですよ。よく出てくるのがなんかこうカバン下げて、なんかカメラ下げて、こうなんか帽子とかかぶって、なんか眼鏡かけて、それでこうひどい場合に歯が出っ歯とかでこうドロドロ歩いてるとかって、でなんか日本人ってこう一つのイメージで、しかもこう群れてるような感じが今でもきっとあるだろうと思うんだけど、スタイルっていうのは日本語で言えば様式っていうことだと思うけれども、たくさんないとスタイルって言わないと思うよね。ちょっとすごく見つけるのが大変なことっていうのはスタイルじゃない、例外だと思うんだよ、ね、エクセプションだと思うんだよね。を作らないのが私のスタイルなんだけど、ともかく出会った人、出会って自分が感じた人なり物なりことなり、それを一緒に、それと一緒にやるっていう、うん、それに付き合うっていう感じで来てるから、だからこうこうこうっていう枠作ってこのスタイルに入れ込むつじゃなくて、強いて言えばスタイルは相手にあるわけ、被写体に、うん、だからそのそれのまあなんつうんだろうな、それについていくって。私の親は自分のことを、ね、出すっていう、ね、相手に対象があって出すっていうことだから、そうなると私が、ま、多重人格とかそういう言葉じゃないけど、いろんな面があるわけだよ。OK、まあ、変な、うん、上品なとこがちょっとあるかもしれないし、中品でもいいし下品でもっていろいろあるわけよ。だそういっぱいいろんなことがあるわけ、いいとことか悪いとことかって、その、まあ、単純に分類していいとこと悪いとことかあるって言うんでしょ、いいとこも出したい、そんで悪いとこは普通のやつは隠すけど悪いとこも出したい、だから全ての私の、うん、部分出したいとなると、 OK、 いろんなこう撮り方とかいろんなこうカメラ使わなくちゃいけないんだ、ちっちゃいの使ったりこれ使ったりっていう、だからカメラもね同時に今日は1台でやってたけど大事に5、6台で一緒に撮ったりするわけで、それを混ぜこぜん全部こういろんな表現方法でね、すごく拡張高い画面にしたり、もうすごくそこらのアマチュアの写真みたいにしたりとか、うん、モノクロで撮ったのに色のちょっとペインティングしたりとか、そういろんな見せ方の何点かを混ぜないと私の全てがこうないんじゃないか。よし、いいよ。一部分だけね伝えるのはね好きじゃないんだよ、うん、隠さないだ、特に、うん、変な癖で欠点をさらけ出すのが好きだね。大変だ大変だ、よし OK グー。まあ私が出ると面白くなるからね画面がやっぱり画面を覗いてんじゃなくて、そのねファインダーを覗いてんじゃなくて、もう一つそのファインダーの中に入っちゃって覗いてるっていうか参加してるっていう感じが私にとってはもう、うん、写真というような感じがするわけ、うん、真実だとか事実とか虚構とかっていうのを抜きに、そんなもんより写真っていうのはそういうような感じがするわけです。だから気分でやってるから、うん、でどうしてもあここで俺の登場だなってすぐ入っちゃうわけですよ画面に。だからその私がその画面に入りたくなるような、光景とか、うん、はすごく、うん、写真、要するにね一種のエクスタシーがなかったら画面はできないから、写真にならないっていうのがあるから、そこで私は中に入って陶酔して、ね、
溺れるわけですよ。それをだから楽しんでるわけ。というのも分かってんだ。それ。雨の方、確かに。加藤さん、ごめんなさい。僕先生、加藤さんしたいですけど。いや。下に合わせて引き抜く。お前のすべてを。まあそうは言ってもその人が生きていくっていうのはもうこの国土で日本人としてしか生きていけないわけでしょうから、そのアルタナティブはそれしかないというふうにまあ私は確信してます。ですから今まで日本人の問題っていうのは自分たちが感じるっていうのは、自分たちが例えばご飯が美味しいとか太鼓の音が素敵だとか神社の建物が美しいっていうようなことになるわけですけど、こういうような自分のパーセプションっていうものを西洋人のパーセプションにして自分の本来の持ってるものをこう括弧に置いて今まで来てたということが一番日本の文化の問題じゃないかと思いますから、若い人たちもそこでその今までのパーセプションの中にある普遍的なものとか人間的なものをこう自ら取り戻すってことが課題になるんじゃないかと思いますけど。
番の東京の魅力はそのノイズですよ。その自然を出し抜いたりしないと、自然の中で黙ってると溶け込んでて、そこに人間いるのかいないのかわからない、それが日本人の本当の生き方だっていうことはずっと持ち続けたと思います。ですから決して人間だけが地球上に主にはなれない、主人にはなれないんだって、人間もその自然の中の草や虫と同じようにその中の一部だという捉え方があります。捉え方がありますから、あんまりその鮮明に自分というのを出さないって、ですから隠れたものっていうか、その直に見えるものの後ろに潜むものの、例えば草一本の命のその後ろにあるもの、虫が生まれるっていうその環境の中に後ろにあるものって、要するに目に見えない霊の世界を日本人は見ようとします。努めて見ようとします。それがやはり日本の芸術に現れているかと思うのです。完全な美というのは私はないんじゃないかと。それは人間、それ個人の差があるように、それぞれ自分が持ってるもんじゃないかなと思います。まず日本人がもしそういうふうに完全な美というものを持ってる人っていったら、一番多いのはやはりはですね、そのものズバリというふうな、くっきりとした輪郭のものじゃなくてですね、少しやっぱりこう霞んだような、何かそこに内在するものを感じさせるもの、それが完全な美かなっていうふうに思います。私の信条として、自分の立ってる足元からその全体のシーンをみんなに伝えたいと思う。そのためには広角レンズが一番いい。そしてプロだから、それは画面の隅々まで一つも好きなく収めて、できればその中に時間の流れが映っていればいいな、そういう気持ちでいつも撮ってるんです。でも撮ってるっていう気持ちもあんまりないですね。要するにね、例えばセンチメンタルとかそういうような情とか何とかを、市場を捨てるとか切って、それで何かね、漠然とした何かことをやるっていうのがアートというような感じのことを言ってるけど、そうじゃ、そうだったら私はそういうような意味でアーティストになりたくないわけです。やっぱりセンチメンタルとかって言ったら、なんか湿っぽくてダメだねって、それじゃアーティストじゃないぜっていうような感じ、それで結構それの方がいいわけですよ。っていうのは、その一番大切な、ね、情ということをさ、ね、湿度を
なくしてまでそんなね、芸術とかなんとかっていうのしたくないねっていう感じで言ってるわけだけどね。よし膝を立てながら書いたあなたのこの手紙文字の乱れ線の歴史愛は迷いじゃないですか読めばその先も君の幸せ考えてみたいあなたなぜなら欲しい僕にとって美しいっていうのはそれは音楽でも映画でも小説でも美術でもそうなんだけどこう自分がこうグラグラってするようなでそれをこう見てる時間とか聞いてる時間がすごく時間がなくなってしまって陶酔するっていうんですかすごく麻薬的に陶酔してそれで最初はそれが美なのかよく分かんないんだけどなんかグロテスクなものもあるしでも気持ちがいいもんだからもう一回ちょっと見てみようかなっていうようなだからそういったものですよねだからすごく力強くてこう成功できてるっていうかキューバ音楽とかもそうなんですけどだから最初はすごく違和感があるけどこう拒否できなくてでそれに慣れてくると次第にこうそういう心地よさが増してくるとかいうまずは圧倒されたいですよね見えたら翼わかってほしい田中です。ここにいます。一番好きな写真は、それは The Next One 明日撮る一枚です。